割と、これも12月5日なんですけども、今回はとにかく、そのインターナショナルフォーラムでは、カミュという作家のね、えー、について、まあ、すごい乱暴に言うと、カミュという作家とその作品について論じて、えー、皆さんが論じたわけなんですけれども、まあ、ずっと昔に言いましたけれども、僕自身はその文化研究っていうものはどういうものかよくわかったらあったんですよね。で、今回だから、まあ、あのー、 今でも正確に理解できないような気もするんだけど、今回だからその、なんていうのかな、あの、ズームのホストっていうことはですね、その最初から最後までずっとその発表を聞くわけですよ。あの、嫌な言い方をすると嫌であったとしても聞くわけですよ。聞く、聞かないといけないわけですよ。でも別にあのそんな嫌,嫌だってことはなくて、あの、面白かったですね、本当に聞いていて。 面白くて、特にね、個人的に興味を持ったのは、えっ、ー、と、異邦人と訳されている、レトンジェという作品が、それぞれの言語でどのように翻訳されているかみたいなことを研究した人がいて、だからこれなんかは、あの、言語学に近いのかなだから、かなり、あのー、言語学的なアプローチっていうのが見えて、すごく面白かったですね。まあそういうのとか、あとは、その手書きの原稿が、 どのような時代に書かれたかっていうことをね、こう緻密に分析していったりした人がいるんですけれども、ね、この人がすごい面白い人なんですけれども、まあそういうのがあったりしてですね、非常に面白かったんですよ。ほんで、そのズームというものを使っている関係で、まあ世界各国から参加できるっていうことだったんですけれども、で、僕がそのズームのリンク情報、招待情報をまあ送信したんですよね。僕がそういう、なんていうのかな、テクニカルな部分を 担当することになっていたので僕がその申し込んでくれた日、皆さんに対してメールを送ったりしていたんですけれども、あの、そうすると、だら僕が手に問い合わせが来たりするんですよ。で、その問い合わせもだからね、あの、まだ1日ぐらい、えっ、ー、と、2、2日くらいですか、あの、初日から、 数えて2日ぐらいしか経ってないんですけれども、この段階でいろんな問い合わせがもうすでに来ていて、例えばその、こういうフォーラムの後に報告書が出たりするんですけども、報告書にまあそういう論文みたいなの載ったりするんですけども、それに関する問い合わせとかね、発表資料をもらえるのかね、あの発表資料はもらえないのかとかね、そういう資料が、えー、そういう質問が結構飛んできていて、それがしかもだからこのアルゼンチンとかね、サンフランシスコとかね、えっ、ー、と、フランスのリヨンとかね、結構いろんなところからバ,バンバン来てるんですよ。 っていうことで、まあだから、すごく関心の高いテーマだったんじゃないかなと思いますね。僕なんかだから本当にその神経研究においてはもうど素人っていうかもう、もうドど素人以下だと思うんですけれども、それにしてもね、ピンポーンって、それにしても、いや、あの、僕みたいな人間でもわかるような、僕みたいな人間であってもこう、なんていうのかな、納得するよう、納得できるようなね、発表が多かったと思いますんで、良かったと思いますね。 だからこれを、あのー、コロナ禍でね、ちょっと、もともと対面でやるようになっていたものはできないって言って伸ばされて今年になったわけですけれども。いや、本当にね、実行できてよ、開催できてよかったと思いますね。だからその報告書の作成に関してはちょっと僕は全く多分関わらないと思うんですけれども。まあそれでも僕もその報告書で,できた時にね、その発表された皆さんがその発表を受けて、発表の後の コメントとか質問を受けて、なんか過失とかしたりするんだと思うんですけどね。それもね、もう一回読んでみたいなと思いますね。うん。やっぱりなんかこう、自分が、自分がこう、知らないとか、自分の分野じゃないなと思って、手をつけないっていうのも良くないかな。あの、食わず嫌いじゃないけどね。やっぱりいろんなことに関心を持つってのも大事じゃないかなっていう気もしました。じゃあまた。